5月9日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になる話題は盛、はい、岡冷麺とピョンヤン冷麺はどこが違うんだろうという森岡冷麺と平壌冷麺これねちょっと話長いんですけども、うん、要するに一昨日夜近所のスーパーを歩いていたら、はいえー、豚肉売り場のところにですね ま、レトルトもうまあ半生だからレトルトまでは言えないですね。自分で麺茹でなきゃいけない。冷麺のセットが2色セットでなんか300円とか。なんかそんなんで売られていたんです。まはい、であ,あ、夏だな冷麺食べたいなとか思ったんですよ。うん、で思わず買って帰ったんです。ほ、はいそれでその冷麺の、えー、パッケージのいい表紙のところにですね。うん えーまあ、完成品のレイアウトの写真が載ってたんですけども、はい、見たらキムチが載っていて、うん、キムチが載っていてキュウリが載っていて、はいえー、あとゆで卵の半分に切ったやつが載ってたんですよこれだな基本セットはと、うん、それで、えー、キムチは買ったんですね、はい、でゆで卵は作ったんですよで残りはキュウリだけなんですが<お>このキュウリをね、うん <laughs> 買おううかどうしようかしばらくこう腕組みして考えて1本売りしてたら買おうと思ったんだけどたまたまそのスーパーでは3本売りしかなくてですねいやきゅうり3本買っても今週のスケジュールから考えて食べきれずに来週までいっちゃうとでそれと私変な思い込みがあって最近それは間違いだということにようやく気が付いたんですがかなり前の学説みたいなやつで。 キュウリは体内でビタミン C を破壊するみたいな記事が昔どっかの新聞に出てたことがあってですね私それが脳裏にこびりついててキュウリというやつはビタミン C を破壊するんだとこうずっと思ってたんです思い込んでた、うん、でそれからしばらくキュウリは遠ざけていたんでありますがうん、うん やっぱきゅうりうまいんですね手軽だしねピャピャンとあってですよお味噌かなんかつけりゃですねそれでちょっと私最近塩分多すぎるからちょっとこれよくないのかなとも思うんですけどもでもきゅうりのね新しいやつがポリポリこれフレッシュなものだったらお塩だけでちょっと食べられるいきに何年か前にもう随分前に読んだ「きゅうりはビタミン C を破壊する説」みたいなやつを読んで。 それ以来遠ざけていたんでありますあんまり自分でもブロッコリーとかねよく買うんですけどす、ね、ブロッコリー大好きで <laughs> がが、えー、最近ブロッコリーが高いもんですから、えーえー、最近はセロリに切り替えたりなんかしておりますけれどもブロッコリーの代替がセロリで効くかどうか問題なんですけどもその話は一旦置いておいてはい、はい、できゅうりをしばらく遠ざけていたんですがどうしてもある時きゅうりを食べたくなってですね、うん うん、きゅうり食べたいと思って、だあの昔読んだビタミン C を破壊する説は嘘じゃないかと思って、うん、もう一辺調べ直したんです。はい、そしたら未だにインターネット上では両説あります。両説ありますが、私の中の結論として。いい 正しいか正しくないかともかくとして私の勝手ですからね、うん、私の中の結論として大丈夫と丈夫きゅうりはビタミン C を破壊しないという結論に私の中で達したもんですから、うん、よしきゅうり解禁だと一昨日その冷麺のセットを買った時にはきゅうりを買わずにゆで卵はあると。うん 家で作るとでキムチは買わないとないからキムチは買ったと買ったとで残りきゅうりだけだと思っていたら今日この局へ来たらそこの丸テーブルに座って新聞を読んでいたら増山さやかさんという方がですねツツツツツツツ,ツーと私の横に寄ってきて「きゅうりあげます」ってから「えっ、ー、き きゅ,うりきゅうりくれるんですかそうなんでですすかそううなよちょっときゅうり3本もらっちゃいましたね。着物のお裾分けということでねぜひ味わってもらおうと思って新鮮なきゅうりを差し上げたんですで今日ですね帰りにきゅうりを買うかどうするかここに来る途中ずっと考えながらきゅうり買おうかなどうしようかなまたあの3本売りだったらやめとこうかな <laughs> <ー> 1>, 1本売りだったらいや1本売りできゅうり売ってるところを探して帰ろうかとかなどなど思いながら局に来たらきゅうりが3本売って。 に入って今私ののカバンの中にキュウリが3本入ってんですよ決まりました「今晩私はお家に帰ったら、えー、キムチとキュウリと、えー、それからゆで卵をのせた冷麺を食べる」これも確定なんですがあれは盛岡冷麺なのかピョンヤン冷麺なのか <laughs> この2つの食べ物に差異があるのかと。 いや私の感覚で言うと盛岡行って盛岡冷麺食べた時の感覚で言うといやこれピョンン冷麺と韓国冷麺と変わんないんじゃないのかしらっていうのがイメージだったんですけどれなかかいやそれで言うとね私が今日言いたかったのはそういうことじゃなくてれとも違うんです根本はいいえ同じなんですけど私が言いたかった最大のことはですね あのきゅうりがビタミン C を破壊する的な、うん、そういう俗、まあ、説なのか何なのかそういう説みたいなやつがイ,イ,、ね、インターネット上みたいなやつ探していくらでもあるじゃないですか。よ、ねはいはい、よっぽど注意しなないいと危でいい、はい、ですすかあ今横の鍋ちゃんが、えー、調べてくれましたピョンヤン冷麺はそば粉でできている盛、うん、岡冷麺は小麦粉とでんぷんでできている。んですか えまああの韓国冷麺と平壌冷麺は同じもんだと思いますが、あれがそば粉は有名ですけど、じゃあ同じそば粉なのに、<ー>じゃあなんで日本のそばとあんなに形状と弾力性が違うのかって知りたいですよね。知りたいです。はい。知りません。<笑><笑><笑>何でも知ってると思ったら大きな間違いだ。<laughs> っあの韓国冷麺がそば、えー、粉でできているという話は知ってました。ただ長年の疑問として、はい、どうして日本のそばとあれほど、えー、弾力性その他形状がち。はいはいはい 違うか透明感とか違うのがなぜだろうなという疑問はずっと持ちながら、うん、でもどっかでそれは調べてみようというモチベーションに達しなかったんですね、うん、でモチベーションにまで達するとそこで調べてこういうところでご披露するんですが、うん、あでもほら何割そばとかでやっていくとどんどん白っぽくなっていったりするじゃないですか、うん、その辺の辺違いいななんじゃないですかそうですか例えば10割そばなんて100%そば粉ですよ。ででもあれ通常の蕎麦と形状一緒です けどねあれ小麦粉入れないとね要するにつなぎというんですけども小麦粉入れないとね、えー、もうもろもろになって綿状にならないんですよだからだから,だからそば打ちの達人みたいな人がよっぽど注意深く打たないと10割そばなんかそばにならないんですよ。<ー>えー、だから10割そば っって言って言販売されてて見事なそばは本当に10割なのかなと思ったりなんかするんですがそれも疑うのもなんだなと思ってのでそれで立ち食いそば屋のそば粉含有率みたいなやつはそこでどのくらいゆでてるかっていうのでわかるっていう話があってですねです私一時期ストップウォッチ持って立ち食いそば屋行ってそばのゆでてる時間を測ったことがありますけどすいや長けりゃいいってもんじゃないみたいです逆だったような気がします。<laughs> その時の記憶がもう随分前なんでねん結構若い時からそんなこといろいろやってるんですがです、ね、でただそういう知識を得てこう今回も先週末ベトナム方面に向かったわけですよ。はいはい、いろんなことがありましたね、はい インターネット上で出回ってる情報というのがいかに嘘かというのを今回の旅行で体験してきたんですはい、はい。というのが私なんかのインターネット上も含めた常識としてベトナムという国は日本のパスポートで入国できるけれども日本のパスポートでビザなしで入国する場合は。 今あのビザいちいち取らなくても日本のパスポート持ってりゃまあ14日以内とか30日以内とか3ヶ月以内とか国によっていろいろですけれども入れてくれるところあるじゃないですか、はい、ベトナムも日本のパスポートを持っていれば入国できるは知っていたんですが同時に今結構ネット上で検索するといっぱい出てくると思いますけどもベトナムはちょっと特殊な状況があって、はい。 日本のパスポート持ってると入国できるんだけれども前回にベトナムを出国してから30日間のインターバルを置かないとえビザなしの入国ができないっていうのがベトナム旅行の常識としてあったんですよ。いまだにそれねネット上でそういうことを前提にした旅行ブログみたいなやつがいっぱいあるんだけども今回実際ベトナムに行って嘘だということが分かりました。 うっていうよりも数年前にだからそれいろいろ調べたんだけど分かんないんですがベトナムの国内法で2019年に変わってるんですが施行の事故が<ー>時期が分からないんですけども、えー、結論としているのは現状においては、えー、前の日に出国していても、えー、翌日入れます。 だから30日ルールが撤廃されてるんですけどところが、ねまあ、旅行ブログみたいなもの書いてる人でも直近の情報を更新していないとだからインターネット上ではもうとにかく30日前回出国してから30日経過してないとベトナムに入れませんっていう記事がいっぱいあるんだけど<ー>今もうこの制約がなくなくってるんですよ<ー>で実際行って確認して、はい、ああそうなんだと思ったんですけど。はい インターネット上で出回ってる情報というのは結構嘘もたくさんあるなとなよく調べないとね結論です、はい、正しい知識はこの番組で手に入れてくださいね <laughs> <laughs> まあえー、そうですね、えー、そ,こでそこで何も言いよどむことはないんじゃないですかそこで自信を持ってお,お伝えしたらどうですかいやたまにほら間違えたりしますけどリスナーさんがしっかりしてますから何け、ね、そこは素晴らしいところはでですすねそうなんです、はい、私が間違えても直後にリスナーさんからクレームが来てですねです、えー、構成作家さんがそのクレームを読んで差し入れてくれますから間違ったことを言った場合はおおむね番組内で時間内で訂正ができるという。の皆さんのお力 で、はい、集合地で成り立っている番組ですありがとうございます引き続きご愛好給料、えー、<laughs> はもうありますから大丈夫ですはい。そうですね、ありがとうございます <laughs>

今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて292円94銭高い29,242円82銭で取引を終えました年初来高値を更新しておよそ1年4ヶ月ぶりの高値となりました工業責見通しや株主への利益還元拡充の方針を発表した銘柄に買い注文が集まったということです 為替相場は現在1ドル134円85銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますさあ、えー、ズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュそして4時台にズームする話題は ソマリア紛争の現状とテロ組織の活動実態につい投稿する兵士などの脱過激化と社会復帰支援を行っているという NPO 法人アクセプト・インターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺います今日スタジオ生出演です。 で5時代は、昨日あの銀座の高級時計店で強盗事件がありましたが、本当に白昼堂々びっくりしましたけれどもね、このニュースにズームしていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、<noise> ZOMZoom at Mark 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお届けいたします。番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。今日のお題は仕事場できゅうりを3本もらった時に聞きたい。曲。仕事場できゅうりを3本もらった時に聞きたい曲。<laughs> 仕事場でき 今日も難しいですね。三本というところからの発想で。はあ、おばきゅうの歌はなしにしましょう。おばきゅうの歌はなしですね。はい、<laughs> ええー、選曲の理由も書いて、はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。 ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアは対ドイツ戦勝記念日にあたる今日、モスクワの赤の広場で軍事パレードを行い、プーチン大統領が演説する予定です。ロシアは今月3日に隣接するクレムリンが無人機攻撃を受けたと発表しており、限界体制が敷かれる見通しです。 自民党の麻生副総裁が11日から韓国を訪れユンソンによる大統領と会談することが分かりました岸田総理大臣が韓国を訪問し日韓首脳によるシャトル外交が再開する中麻生副総理も関係改善の流れを後押しする狙いがあるとみられます 日本、アメリカ、韓国は北朝鮮の弾道ミサイルを探知・追尾する日韓両国のレーダーシステムをアメリカ経由で連結しミサイル関連情報を3カ国で即時共有する方針を固めたと読売新聞が報じました昨日新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に引き下げられました 飲食店では仕切りのアクリル板を撤去する動きが相次ぎ観光地などからは期待の声が上がる一方遅かったとの不満も出ています。 東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、大会組織委員会元理事に2800万円の賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われた青木ホールディングス前会長の青木博之被告を懲役2年6か月、執行猶予4年とした東京地裁の判決がきょう確定しました。 中国メディアはチャット GPT を悪用して虚偽の情報を生成、インターネット上で拡散させた疑いで中国甘粛省の警察当局が男を拘束したと伝えましたチャット GPT に関連して中国で容疑者が拘束されるのは初めてです。 同派で行われている柔道の世界選手権で、男子六十六キロ級の阿部一二三選手、女子五十二キロ級の阿部詩選手が揃って二連覇を達成しました。共に二連覇を目指す来年のパリオリンピック代表に大きく前進しました。昨日午後四時前、東京都足立区の東武鉄道西新井駅構内でコーヒーの缶が破裂し。 近くにいたた。20代の女性が怪我をしましま警視庁によりますと缶を置いたとみられる中国籍の男性は事情聴取に破裂は故意ではない勤め先の洗剤を家で使うため缶に入れたなどと説明しています。 今のニュース項目に昨日銀座で起きた時計店の強盗事件が入ってないのは、えー、ご時台にこれについては詳しくお伝えするということなんで、はい、今このズームフラッシュからは、えー、項目として除外してますが、うん、まあ非常に大きなニュースなんでね、えー、後ほど詳しくやろうと思います。はい、さて今のニュースラインナップの一番最後なんですがまあ東武鉄道西新井駅のコーヒー缶破裂事件というか事故というか。はい 大騒ぎになったみたみいですねやっぱり今は G7 前なんで<ー>、えー、広島だけじゃなくて東京もこういう警備が非常に厳しくなってるのに缶が爆発して怪我人が出たっていうんで大騒動になったみたいですが、うん、結論から申し上げるとこの、まあ、今身柄が確保されている中国製の男性が言う通りだと思いますよ。 えー、破裂は濃いでない勤め先の洗剤を家で使うために缶に入れたとで見たらですねこの缶ってやつが、うん、コーヒー缶はコーヒー缶なんですけど、はい、あの最近、ネジ式のキャップができる金属缶がありましたしょあれなんですよ。 あれなんです。普通のコーヒー缶だったら、うん、中でガスが発生したって上から抜けちゃうから、プルトップだと抜けちゃうから破裂しないじゃないですか。ところがですね、うん、破裂した缶見てみたら、ネジ式なんですよ。はい、だからその男性は確かに洗剤を入れて運んでたらしいですね。うん、で、どんな洗剤を入れたか、これが問題なんですが、ね、これはね、皆さんありがちなんで気をつけてください。はい、塩素系の洗剤ありますね。塩素系の洗剤って、 例えば酸みたいな、まあ、例えばクエン酸みたいなもんでもそうなんですが、うん、酸みたいなやつと反応すると激烈に反応して塩素ガガスがガッと発生すするんで,す、うん、でおそらくこの男性はキャップのできるコーヒー缶の残り缶かなんかに塩素系の洗剤か漂白剤みたいなやつを小分けにして入れてもらって持って帰ってくる途中に缶の中に残っていた微量の物質とその塩素系の漂白剤みたいな洗剤が、うん <laughs> 化学反応を起こして缶の中で塩素ガスがぐわって発生してパーンっていっちゃったんだろうなううと,と現場の状況から私が結論を出しました。この結論は、えー まだあの警察も発表してませんけれどもうん、うん、まず間違いないと思いますよ。このね塩素系の漂白剤その他洗剤の扱いはね本当に気をつけてください混ぜるな危険ですね。まさにそうです。うんうん、混ぜるな危険って書いてありますけれどもうん、うん、あの塩あれ塩素系のやつと、えー、酸まあ、酸の含まれているようなものと一緒にすると<ぁ>塩素ガスがガーっとって塩素ガスは有毒ですからね。えー、今回ま破裂ですけども破裂じゃなくたってそのガスが漏れ出しただけでも人体には非常に危険な だから、混ぜるのは危険って書いてあるんですが、うん、まあおそらくそういうことが起きたんだろうなとでおそらく G7 前のこれだけ警戒が厳しくなっている時じゃなければ、うん、なんか缶の中に洗剤入れて破裂しちゃったよって話なんだけども今このタイミングだから大騒動になって、えー、まあ結構、全国ニュースにもなってますが、はいはい、起きた現象としては誰でもやってしまいがちな気をつけないとでですすねねそそううですね。そうですね だからあの金属の缶だからこれがねペットボトルみたいなものだとなんかそういう薬品系のものを入れると溶けそうな気がして気持ち悪いからちょっとペットボトルで運ぶのやめとこうとか思うんだけど金属製の缶だとなんか金属製の容器だから大丈夫かと思っちゃうんですよね。で今だから金属製ののコーヒーヒ缶っていうのは がありますから、えー、キャップができて便利ですけどね、はい、まあこういう目的に使うとこういうことが起きてしまうとうはいお気をつけくださいさて一気にトップニュースに戻りますが、はい、ロシアの対ドイツ戦勝記念日というのがですね、えー、これが5月9日なんですけれども。 ウクライナは旧ソ連時代からずっとです、ね、対ドイツ戦勝記念日この,あの旧ソ連の国にとってはやっぱりドイツの侵攻を受けてドイツをものすごい犠牲を払って撃退したということで、えー、旧ソ連圏の国々にとってはこの対ドイツ戦勝記念日という,いうのは非常に重要な日で、うん、これが旧ソ連はあの5月9日なんですよ。はい、ところが、ね、日本での終戦記念日いつですか ええ、七月、ね。ちょ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 。っとまあ、いいです。いきなり聞きましたけごめんなさい。八月十五日。決まってるじゃないですか。まあ、まあ、あそう、うっかりがありますから。それは開局記念日です。いいです開局記念日。知らんがな、そんなもん。間違いました。すみません。日本の終戦記念日っていうと、八月十五日って常識じゃないですか。すね、だけど、アメリカ人に聞くと、<や>第二次大戦終わった日はっていうと。え。 九月二日ってみんな言いますよ時差があるんですねでアジアの国でも九月三日っていうところが多いんですがな、うんそれ何でかというと九月二日というのは、えー、戦艦水ズーリの上で、えー、日本が幸福文書に署名した日なんですこの日をもって<ー>、えー、ポツダム宣言を公式書類として受諾したということで九月二日が対アメリカ第二次世界大戦太平洋戦争終戦,の年終戦の日にちなんですねで日本の場合は あのでもう一つね8月14日っていうのもあるんですよアメリカなんか、はい、これはですね日本は終戦要するに天,あの天皇の漁港放送で、えー、戦争終わりって言ったのが8月15日のラジオ放送ですけども、えー、連合国にですねポツダム宣言受諾するって伝えたのが8月14日なんですよ<ー>だから最終的に署名したのは9月2日だけども、はいえー、ポツダム宣言受諾を連合国に伝えた8月14日っていうところを、まあ、第二次大戦の終戦日としてるところもあるんですが。 これは、まあ、アジアにおける戦線なんですがヨーロッパ戦線ではあのドイツが5月7日に、えー、アメリカ、イギリス連合国に対して、えー、降伏してるんです5月7日に降伏をして翌日5月8日に、えー、チャーチルイギリスのチャーチル首相が肩、えーまあ、っ,っていう演説をしたんで、えーはい、普通、ヨーロッパの国では5月8日が終戦記念日なんです。 ところが歴史的にソ連はですね5月9日を終戦記念日にしてたんですがウクライナが今年から冗談じゃないやとロシアと一緒に終戦記念日なんか言われるかよって言うんで今年から5月の8日1日前倒しではい終戦記念日そのぐらいウクライナの人は怒っているというそういう話です。ズームフラッシュでした 5月9日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。 メールを頂い,いてるんですがほうほうラジオネームヨッシーさんから、ええ、昨日の銀座の強盗が逃げてしまった際にあの銀座8丁目の時計店でロレックス1本ぐらいが盗まれたって、はい、あれですね逃走して捕まった際に、はい、1> え月1レギュラーの 三上陽さんが目覚ましテレビのインタビューで一般人としてインタビューされていましたあ、三上さんとも混じってしまいましたこれ 今それの画面切り取った写真が私の手元にパソコン上で出てきましたけれども<え>え三上さんによく似てますが三上さんですか <laughs> 三上さんちょっと電話して聞いてみようよそれそよ、ね、ちょっとご自宅今日このニュースやるから<あ>もし電話がつながるんだったら一瞬でもちょっと声聞きたいのどんな状況一般人でテレビ出た時の気分というやつ <laughs> 聞いてみよう。それちょっと試しに。もしつながれば、ええ、聞いてみましょう。もしつながれば、はい。まあご本人も忙しいと思いますから、つながらない可能性もありますが、え、つながったらご時代に本人に出てきていただいて電話で、はいお話を聞こうと、はい。今そういう企画がスタートしました。例えば辛坊さんだったらこういう時どうされるんですか。声かけられてインタビューお願いしますやりますね。嬉しがってやりますね。私前ね。 テレビ局入って 2, 2年目か3年目の時に年末に、はい、まあ東京におけるアメ横みたいなところで黒門市場というところがあるんですが、はい、その黒門市場に年末わざわざ行ってですよ、はい、NHK の年末中継のカメラが来てたんで <laughs> 後ろうらうろうろインタビューしてくれないかと思って思い出しましたけど辛坊さん豊島園か何かが閉<え>園になるときも NHK のカメラに映ろうとしてうろうろしていましたよね。せ、ね、<laughs> <laughs> せっっかかかくくだから でもね、あれわざと映ろうとすると、絶対ディレクター無視しますね、あれ。さりげなくしてないと。そうですね。なんかあの、移ってほしそうなオーラを出しながら、テレ、テレビカメラの前をうろ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 して。一生懸命こっちはディレクターと目合わそうと、リポーターさんと目合わそうとするんだけど。もうなんか、あからさまに視線を避けますね、あの人たち。するわけですよ。こういう人は映しちゃいけないって思うんでしょうね。私逆に、リポーターの立場からすると。 インタビューって逃げられることが多いんで、ね、喜んで答えてくれる人ありがたいんですよ。はいはい、だから目線合わせてくれたら、そのまま行っちゃうところなのに。うん、なんで俺に目線合わせねえかなっていうことは、過去、うん、人生において何回かありました。あ,あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと三上さんにね、連絡をさせていただいて。ね、ご時代にごあ。全く別人だったら、もっと笑いますよね。<laughs> <laughs> そんなによく似た人がいるんですねみたいないやおそらくこれはねご本人かと思いますがえ期待しています繋がるようにさまだまだあなたからのご意見お寄せくださいお待ちしておりますメールで送ってくださる方は <laughs> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想などツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。 立法放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですソマリア紛争の現状とテロ組織の活動実態長く続く内戦と干ばつによって深刻な状態が続くソマリア人口のおよそ半数790万人が人道支援を必要としている中 気候変動による異常気象、さらにイスラム過激派組織アルシャ、えーと、アルシャハブによる強盗など、強奪など、政常不安、民族間の緊張、治安の悪化が市民の生活を脅かしています。そんなソマリアの現状とは。 さあ今日はソマリアのテロ組織から投稿する兵士などの脱過激化と社会復帰を支援を行っております NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井洋介さんにお話を伺いますスタジオ出演ですよろしくお願いいたしますあの兄ちゃん来たなって感じですよね <laughs> 兄ちゃんってあごめんなさい今あの頭カフ上げてなかったんでちょっと冒頭切れたかもしれませんのでもと、はいなんか爽やかな兄ちゃんスタジオに来たなっていう感じですよね <laughs> 兄,ちす <laughs> 兄ちゃんだよね いやでももう一発の大人になりまして、えーえー、どっからおっさんかというおっさんの境界みたいなものをね <laughs> ここの間別のところでちょっと話をしてたところがあって、まあ、それはいいですけれどもいい、ねえー、今この「紛争地で働く私の生き方」というこれ小学館ですか、はい、この本が、ね、結構話題になってて、えー、め日本に帰ってきて本を出版して「 今あれですかメディア露出期間って感じですかそうですね日本にあの戻って結構行ったり来たりなんですけど、ええ、日本にいるときはあのそうですねメディアにちょこどのぐらいのペースで日本にいらっしゃるんですか、えー、でも本当行ったり来たりですねというのも私このソマリアの現場とプラス、ええ、イエメン中東のイエメンの現場もあの主に担当していて、ええ、イエメンの方がいわゆるアラビア半島の そまあ先っぽの方ですね,ですねそれでソマリアっていうのは、そこ、レッドシー航海挟んで、南側のアフリカの角って言われてる、なんかサイの角みたいなところに出っ張ってるところですねそうですね、はい、でその2つあたりで、こういう、まあ、テロ組織だとかからの投降兵だとか、受刑者の,あの脱過激化と社会復帰支援をやってるんで、やはりですね、あのその組織側からの脅迫だとかがすごく来るので、はい、変な話、足がつかないように。 あのもう最長一か月って形に。してこ日本の声たり聞か露出して大丈夫ですか?。日本ならって感じ。日本なら。<laughs> はい。ただ海外とかですと、あのうまいことモザイクかけたりだとか。ええ、まあ、あとは日本でも、その対象者の方々。はやはりモザイク必須にして。かけて、うまいことを。あのなんか、まあ危機管理というか。 はやりつつですねいや。私もね、この紛争地で働く私の生き方という本はざっと読ませてもらったんですが。はい、ありがとうございます。うん、結構やばいことをされてます、ね。<laughs> そうですね。ですよね。いろいろな大変。もシンプルなかなか危険で。簡単に言うと、まあ、現地の過激派組織から逃げたいと思っている人を逃がして再教育するお仕事という。そうですね。簡単に言うと、そうですね。簡単に言うと、そういうことなんだけど。 そこまでやっぱり地元との信頼と組織を構築するまでって、そんな簡単じゃないわけでしょななかかか長かったですねここまでというのも、基本的にはやはりミリタリーの領域の仕事なので、はい、あの特に軍のインテリジェンスだとか、はい、そういうところが担当するインテリジェンス中立ってですね、まあ、この業界の人はみんなあの、当然としてインテリジェンスって言葉を使うんですが、日本語でインテリジェンスっていうと、なんかあの、 インテリみたいなじ,じゃないですか <laughs> 英語におけるインテリジェンスはむしろねスパイみたいなそういうのにニュアンスは近いですかね、はい、そうですそうですそれこそ最前線のところだとかあとはテロ組織の,その支配領域ですよねそのあたりであの、まあ、そのホットラインっていうその投稿したい人があのかけて相談ができる フリーダイヤルを我々軍と連携して持っていてそんなことをやってる人たちって世界に他にもいるんですかまあ軍ですね軍系が多いですね<ー>ので彼らやっぱり出てこないので例えばインターネットで調べても出てこないので、はい、そういう意味ではなかなか本当に、ええ、そ日本人がボランティアでやってるって聞いたことねえなっていうレベルなんですけどでも我々もうボランティアというよりかは、はい、しっかり一応あのプロの NGO として入ってますので、ええ あのまあ、やはり最初はそういう軍のそういうインテリジェンスのところとかとの交渉がすごく大変でしたけれども今の組織作るまでにどのぐらいかかりました時間はでも一番最初は学生 N 上で始まっていてはい、はい、私実は大学1年生の時にソマリアという国を知って何とかしなきゃいけないんじゃないかとそれで始まってそれで学生の間それこそボランティアみたいな形でやっていく中で どうもソマリアのこの問題を解決するためにはやはり終わらないこの武力紛争特にテロ組織との紛争をあのやはりなくしていかない限り終わらないんじゃないかと考えましてその辺りからかなり本格化していき私ももうあの大学卒業してからもずっとこれをやってきて今も12年が経つような,形になます一番最初始めてから12年始めてから12年始、ね、めてから12年もう12年なんて言っちゃなんだけど、はい、あっという間じゃいない方からすると。 だって今何年 ?2023 年,年、ね、12年前って20っ年2011年ちょうど私大学入った時で ああそうかだからね時間の流れ方が違うんですよ。そうですよ、辛坊さんとはそのそのぐらい前に俺も確かジブチぐらいは行ったけどなみたいな行かれたりしゃいましたいやけどだけどそんな問題意識もなくなんかあっちいいなとしか思かそこで感じたものがちょっと違っね感受性の問題だね。あっちいいなんかここ寿司三昧の親父がマグロで海賊対策やってるらしいぞみたいな話ありましたね。 ああれどうなったんでですかねいいろろり、まあ、でもやはり日本の自衛隊も参画した、あのー、まさにあのりの海賊対策,対策でもう海賊がくっと減ってはいはい、はい、海賊いないなんですかもう今はかなり減りましたね<ー>それこそ私たちの現地人職員の一人が元海賊だったりしててああとはちょうど今日ですね今日の日本時間、えー、えとお昼過ぎぐらいに一人あの新たにあの現地職員を採用したんですけどああ 彼は元テロ組織で戦闘員やっていた方で,で12年間刑務所の中に入っていてそれで昨日釈放されて。 ずっっと支援してきたた人だったのでこの本の中には実はあの詳細にこれね全部読まないと出てこないんですよ前半3分の2ぐらいからですねえいえいなんでこの永井さんがこんなことを始めたのかっていうところの開講が始まるのでそれまでそこまで読まないと逆にそこまで読むとあなるほどね結構時間かかったんだろうなっていうのが分かるんだけど。 えーまあ、みんながみんなリスナーさんが本を読むとは限らないので一言で言ってでで、はい、始めたんですか一番最初はその大学に入った時があのちょうど東日本大震災がやっぱりあった2011年だったので、えーえー、一番最初私もがれき撤去に行かせてもらったりなんかしてたんですけれども、はい、まあその中で,です、ね、ちょうど2011年初夏。 あのアフリカのソマリアという国があの未曾有の大飢饉でもう年間で26万人死んでしまうような本当の未曾有な飢饉が起きていてそこで、なんでしょう世界中、日本中頑張れ日本応援するぞって中で一方、ソマリアはもう祈,祈りもしないみたいな。というところで長井さんは数字を言わなかったけどもあれだけ大騒動になって で、犠牲者が出た東日本大震災で、日本で亡くなった方が数万人レベルで、ところが。同じタイミングでソマリアでは、桁が一つ多いだけの人が死ん、でるのに、世界がそこに目を向けないのは、どういうことだっていう。問題意識です、ね。っていうのがやっぱりあって、そ,れでのその感性がある人とない人の違いですね。それがここのアクリル板を分けて、ねいやいやいや。そういうことで,そうです、ね。いや、確かにね、あの辺の木が大変なことになってるのは、私もよく分かったのがですね。よく物語で。 聞いてたんですけど、うん、ジブチの子砂漠みたいなところ、土木みたいなところを走ってたら。 バッタの大群が車のフロントガラスにバババカバカバって当たるんですよよくあのバッタが大量に飛んで穀物みんな食いうって話あるじゃないですか、はい、あれびっくりします、ね、あれもすごいもうめちゃめちゃですこんなもんにやられたらそり穀物畑なんかひとたまりもねえよなっていうプラスやはりその紛争がずっと続いているってことから、えー、どうしてもあの一帯で大干ばつて起きるんですけど 基金ぐらいまで行っちゃど、ね、その大きい理由はやはり武力紛争があるということでだからあの平和ならあの農業政策をしっかりやって灌が用水もねうん、うん、ちゃんと引いてそ,そ,その水の管理もやってみたいなことが要するにできないんだよねそうですねどうしても、うん、なのでやはりじゃあ一番死者すなんていうか死んでいく人々を減らすために必要なのはやはり武力紛争を止めることなんだとっていうところで。 なかなか、あのまあ、とはいえそのいわゆるテロ組織とあの和平合意を結ぶとかってできないのでじゃあ、どうそこを縮小していくかってところで、まあ、たどり着いたのがじわじわ彼らが辞めれて武器を置いてあの若者として復活できる場を作っていくんだということで自発的に投稿をどんどん増やしていこうじゃないかというのでここ4年ぐらいですね、本当に大人になって。 4年ぐらいの間でかなりその辺りの仕事が増えてきていやあの、ね、この本を読んでるとその辺の永井さんの意思の硬さというか、うんはい、目的意識のはっきりしたところとかっていうのが浮き彫りになって、うんはい、是非これ読んでいただきたいんですが。 その一方で私みたいにあの生来へそが曲がってる人間から言わすとです、ね、<laughs> 聞いてみたかったのは要するに自分がやってることが絶対正しいっていう確信がないとこれは続けられないんですよ。うん、だからどっかのところでそのテロ組織の側にシンパシーみたいなものをこう芽生えさせてどっち政府軍とどっちが正しいんだっていうようなことを考え出したらできなくなっちゃいますよねこれ。 そうですね、なのであの、我々やはりその意味で第三者よそ者っていうのが一つ、ちょっといいなと自分自身感じていてある種、そのいろんなやはり政治性が高い中で武力紛争がずっと行われていて、はい、もちろん、いわゆるテロ組織側にも一応論理がちゃんとあって,、うん、って中でやはり白黒、我々は逆に言う立場じゃないと、ええ、いやだからこそ君が若者、まあ、多くが若者なので若者であると。で あのもう辞めたいだとかあとはもう強制されて入れられた方も多いのでそういう方々がもうそもそもやりたくないんだとだしいろいろ考えて結果辞めたいってなった時に辞めれるんだというその場をしっかり作りり彼らの,その辞めるっていうことと若者として復活していくっていうことを誰かが実現していく支えてあげるでそこはもう政治うんぬん関係なしで。 彼らの人権によりそうみたい,ないやだからねそこが本当に難しいと思うのは例えば今イエメンそソマリアって話ありましたよね、うん、でイエメンなんか典型なんだけどそのいわゆるテロ組織っていうか反政府勢力っていうのがあの後ろにサウジ、えー、とイランがついてるイスラム教のシーア派だったりなんかしてで、ねでね、で政府側があのサウジアラビアがバックについてるイスラム教のスンニ派だったりして。 その表面上というか、まああのまあ、どこが表面なのかも分からないけれどもその根っこの深いところで宗,派宗教上の宗派の対立みたいなやつがあってあ、ね、そうするとあます、まあ、例えばイエメンの政府側に立って仕事をするということはイスラム教のスンニ派の立場になるわけで投稿してくるやつがシーア派だで,、ね、で,である可能性はかなり高い外た時に どうやって説得するんだっていういやだからこそやはり第三者のやっぱり価値がそこにあって、ええ、我々確かに政府側だとか政府側の軍と連携はするんですけれどもあくまで我々は日本の NGO なんだと、ええ、政府ではないと、はい、でだし何ならいいのは何ならイスラム教徒でもないと、ええっていうところをやはりしっかりアピールしてあくまで我々は君たちをその強制するだとか更生するっていう資座ではなくて一つその同じ人間として 君たちがその変わりたいいいっていうこととを支援するるためにいるんだとっていうそのやっぱり立ち位置なんですよねなのでまさに変な話逆にたまに言われるのは「もう関係ないやつはすっ転んだろと」と「なんでアジア人がこんなところにいるんだ」と「お前、うんまあ、イスラム教じゃないんだったらイスラームのこの戦いに口を挟むな」とかたまに言われるんですけど実は逆で関係ないから無邪気に言える質問があったりだとか。 関係ないから彼らの重要なところだけ見,見れるそうだよねそこで永井さんがイスラム教のスニ派ですっていうことになっちゃったりす、ね、そ,そうもあるしなので逆に本当に無邪気にその問いを出せるというかイスラム教って一番平和を考えている宗教って僕は学んだけどそのなんでこんなことになってんだろうだとか平和を作るために何が君たちが必要なんだろうだとか。 そういういちょっと前向きな方にそに整えていくというかっていう素地でやはりいろいろ介入をしてで実際に多くの本当に1000人を超える投稿兵と逮捕者、受刑者たちがあの巣立っていって今、彼らは戦闘に戻ってないのでこの本に読むと、ね、目の前で、ね、次々人が死んでたりですね,ですねまさに命がけだなということがよくわかるんですが活動を始めて通算12年どうですか。はい 長井さんななりのの成果みたたいなものは見えてきましたかでもそうですねその大人になるにつれて、えー、いかにこの国際的な武力紛争というものが大きなダイナミクスかというか、はい、我々の仕事だけで紛争が解決するとはやはり思えなくて、えー、ただだ,、まあ、だからこそ同時的に多面的にいろんなアプローチが必要でその中で我々が何すべきかっていう視座こそが大事なんだなっていうのは本当に大人になるにつれてすごく強くなっていて。 そういう意味ではやはりその彼らがやめることができる場をなんとか作る紛争のど真ん中でということはあの胸張って我々がやるべきことだと多くの人がやれないところでもあるので,で<今>そこからいいい循環を作ってく今、NPO 法人のアクセプト・インターナショナルというのを運営していらっしゃるわけですが、はい、この組織を運営する上において何かあの困っていることとかありますか せっかくの機会ですからそうですねあのやはり、あのー、こういう難しい仕事かつこんなばちばちやってる紛争地での仕事なので、えー、いわゆる ODA とかがつかない、はい、仕事なんですよね<ー>なので結構日本で NPO 国際系って言うとやっぱり ODA でうまく回してるところが多いんですけどそうですね、はい、だからこそあの一般の皆様からのご寄付だったりだとか、えー、っていうのは一つやはりあの欠かすことがない柱になっていたりするので。なるほど そううしたととところをもっともっっ頑張ななきゃなっていうのはそ,う、ね、それ協力したいとしたらどうしたらいいんですかはですね私たちアクセプトインターナショナルとホームページあ,のありますので、はい、検索していただければあの、ええ、ご寄付なりあと参加にもいろんな方法がありますので、ええ、そうしたものをあのしっかり説明させていただいておりますのでぜひホームページの方を見ていただけたらとっても幸いです。 あの、もし聞いてらっしゃる方で、よし、うちは多額の寄付はしたいけれども、永井さんの講演をやってほしいみたいな感じですか。講 <laughs> 演もどこにでもあります。<laughs> いつも、<laughs> もはい、日本にいるときよくやってますん、ね。あ、こい、もういらっしゃるんだ。はい、やってます、すね、やってます。ええ、そういうことでね、やっぱりね、この本を読むとね、うん、あ、世の中には。 偉い人がいるな同じようなその家のすぐ横の地縁まで行ってあっちいなとかもうちょっと海岸線綺麗にならないのかとか思いながら帰ってきたのと偉い違いだななんかね目覚めるところがねでもねこの本読むとね長井さんは元からそんな偉い人だったわけではないらしい俺なんか若い時いい子だったけどねめちゃめちゃ悪い子だったらしいからねちょっとやつなしにもね記されてますよね昔は全然昔は全然だから今こうちゃんとしてますけどだから <laughs> そうそうそう <laughs> 今はちゃんとしたって。<laughs> ね、人生のバランスですか。<laughs> <laughs> ええー、人生のバランス。長寿で合わせ <laughs> ですか。で、えー、そうやってあの紛争地から若者のまあある意味救い出すみたいな活動は今で何カ国目になります。うんはい、今はまあソマリアとイエメンがわかりやすい大きな紛争地として二つ、はい、プラスまあケニアとインドネシア。 あそこは紛争地じゃないんですけどあインドネシアも、刑務所にたくさん、いわゆるテロ組織から、テロ組織にいて捕まっている方がたくさんいて、その2か国は刑務所の中でよく仕事なんかしてますね。どうします、これから先。これからは、ですねやはりまあこういう現場の仕事をさらに拡大していくとと,ともに、えー、最終的にちょっとここから10年ぐらいかけて、一つ国際法というか、国際条約を制定していきたいなとも思っていて。はいえー あのそれの中身はズバリですね。はい、その今、そういう武装勢力テロ組織を含む武装勢力にいる人々がやめたいと思った時に、はい、まあやめれるようなその国際的な合意というかいろんなその機運を作っていこうじゃないかと、ええっていうのがあの最前線の実務者としてやっていく中でやはり必要だなと感じてですね、ええ、な,なので最前線の本当の仕事に加えて ここからはジュネーブやニューヨークといったような最上流での,その政策を作る,うん、うん、る条約を作るっていうのも国連事務総長になろう。いや、辛坊さんがなっていただければ、そこで、<私は S 1> 彼としてくださいみたいな同じ場所に行って違うことを考えて帰って。<laughs> はっちいなとしか考えない人間ですから。ええ、まあ、とりあえず、あの、<え>この永井さんの本を読むところからですね。出発点はね。はい。装置で働く私の生き方、小学館から発売中です。はい、やっぱ世の中、すごい人いるわ。そうですよ。はい、まあ、素朴に思いました。はい、あの、ご興味ある方ら、はね、npo 法人、アクセプトインターナショナル代表理事の長井陽介さんでね。これ確認していただくと、寄付の方法なんかも、わかるということですので。よろしくお願いします。えー、お体大切に。はい。 もまあでもあれでしょうこういう人ってもういつ死んでもいいわ、うん、思ってますよね絶対まあまあ最悪の事態はやっぱり常に考えてますねいやそれがないとできないと思うわこれ覚悟はねどこかで、ねえー、なさってると思います私だってねあの太平洋側の時にそれあったんですよでも私人のためじゃないんですからいやいやいや,いや <laughs> そこが違ったということが分かりました、ねはい、ということで永井陽介さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局。日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から、毎日生放送でお送りしています。 番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。 「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。 ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。 5月9日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストお送りします皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は仕事場でキュウリを3本もらった時に聞きたい曲おばきゅうの歌は除外ということでねはいいただきましたまずは川崎市にお住まいの60歳の男性車とラジオさん きゅうりをもらった時の曲はラブ2000ひとみさん、ね、<え>きゅうりといえばきゅうちゃん<う>きゅうちゃんといえばマラソンの高橋直子さん<ー>で高橋さんがレース前に聴いていた曲としてねものすごい連想ゲーム状態になってますね <laughs> <れ>でもよくつなげてくださったと思います,いますそれから石川県のイーガンヤさん49歳男性は<う>テーマがきゅうりということなので

ご存知ですか？<あ><の>知らない。あの太田圭一さんの A 面で恋をしてのパロディで <laughs> 翔田圭一さんという人がいて、A 面で恋をしてっていう曲があるんですか？すあのー、知らんかったそれ。アズマックスさん、ね。ああ<ー>。<laughs> この曲で時々昼やってらっしゃる方ですね。ビバリーヒルズ。はいはいはい。なってますけどね。はいはいはいはああ、そうなんですか。<laughs> んすかどんな曲なのそれ？あ、じゃあ。 これにしますか、えーはい。まだちょっといくつかご紹介します。はい。アギオシ四十四歳のとぼし油さん、キュウリさんのドライフラワーお願いします。えー、YouTube ですごい再生数を持っているのでラジオも聞いてくれるかも。キュウリさんという人はいるんですか。ユーリさんです。知らんが <laughs> そしてこれがね一番多かったんですけど、秋島市のユッキーさん六十歳男性の方は。 リクエスト曲は「ドリームズ・カム・トゥルー」の「サンキュー」これキ <laughs> キュュサ <laughs> <ー>サンン、ね、いい曲ですよこれ、ね、だんだん遠藤達也さんみたいなことになって <laughs> なでますけどちょっと翔太樹一さんも興味がありますけれどもうん微妙だなどうしようかなズ図のミュージックリクエスト、はい、本日は「ドリームズ・カム・トゥルー」「サンキュー」。<laughs> いいですね久しぶりにねこの曲聴くのはい、えー、じゃあエンディングでお送りしますんでねお楽しみにお待ちになってください。 さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク1242ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。 日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。銀座の高級時計店で強盗。昨日、銀座の高級時計店で覆面をした実行約三人が押し入り、腕時計を奪いました。 直後に港区内の建物へ侵入した疑いで現行犯逮捕された男4人はいずれも横浜市在住の16歳から19歳の高校3年生やアルバイトだったことが分かりました警視庁は4人が強盗に関与した疑いがあるとみて調べています えー、リスナーさんから通報がありましてどうもあの犯人容疑者が逮捕された現場に IT ジャーナリストの三上さんがいらっしゃって、はい、三上さんが一般人のふりをして TBS のニュース番組に映り込んでインタビューに答えていたという説があるんですが、はい、本当か嘘か本人に聞いてみようということになりまして<あ>急遽電話がつながってますかあつなりましたかあのー 車を乗り捨てた場所というのがですね、私の仕事場の100メーターぐらい近くなんですよ。そうなんですか。どの辺なんですか。ざざっと言うと、えっと赤坂の。 と乃木坂の間、乃木坂から歩いて5分ぐらいの通り沿いですいいとこに事務所あります、ね、いえ、あの辺実はですね家賃が安いんですよ、<え>古いマンションが多いってね、そこで仕事をしてたら、やたらにサイレンが多いし、ええ、どうもヘリも周回し始めたので、見に行ったら、<う>え乗り捨てた車が、まあ、え路地に止まっていてあもうその段階でまだあったんですね。 まだありまれですね、<ー>この車はね朝方までありました<あ>、はい、そうでですかほんでで警察関係者も、2、30人じゃないですね、もっと多いぐらいで、周りをすごい捜索してる状態。へ でそしたらメディアがいっぱい来たんですよ、はあ、でメディアがいいっぱい来たので、私、出たがりなので、地元の人のふりをして、うろうろしてたら、ちょっとお話いいですかって言われて、普通に答えてみましたあえて IT ジャーナリストの三上を知らんのかとは言わなかったわけですね。 あのそこで IT ジャーナリストというと、話が変じゃないですかな、なんで IT ジャーナリストが IT と関係のない事件現場で話をしているのということになるので、あまりね、近所の住民ということで。あそうですか、えー、ということはその、逮捕された4人とは見てないわけですね見てないです、ただその、逮捕される瞬間の映像を撮った方には話を聞いたんですけども、4階のもう本当にマンションの手すり、えー、そこに上がって、 まあ、そこから逃げようとしてたんですねなんでそ,その人、そいつらはそこにいたんですかね、その車、止まった車が、ですね実は袋小路の雪止まりの路地に入っちゃったんですよあー、うん、そういうことか、で、この路地がですね、グーグルマップにも載ってない路地なんですよは<ー>そのぐらいの路地に入っちゃって、日ッもさっチも動かない、U ターンしようと思っても U ターンできなくて、車、パコっとぶつけて逃げていく。 ああ、そういうことか、逃げてる途中で、逃げ損なって、行き止まりのところへ入っちゃったタイミングで、警察におつかれたって感じでですねでどうもあの目撃者の方のインタビューは、その後に出たんですけども、壁を越えて、えええー、奥にあるマンションに行き、マンションを外からよ,どよじ登ったんじゃないかっていうふうよくわかりました、うん、いや三上さん。 やっぱりね、今日ご出演していただいた意味はありますよ。あの、野次馬としては頑張ってみました。<laughs> これは一般人のふりして、T. B. S. に出る必然性はありますね。それはね。<laughs> いや、まあ、あの、ご無事で何よりでした。はい。 どうもありがとうございましたお忙しい中のご出演でどうもありがとうございましたまありがとうございました失礼いたします今回のしかしね銀座の八丁目の大通りに面したところの時計屋に丸持って仮面つけてドカドカっと押しって 逮捕されれるに決まってんんじゃんこれんだからね私ねあの日本大丈夫かっていろんな意味で日本大丈夫かっていうのがネット上でこう飛び交ってるようですが、はい、その治安がどうこうというよりもこの16歳から19歳って言うとそこそこもの考えられる、ね、少年ですけどねだから少年これがね変な話であの日本民法改正になって18歳で成人したはずなんだけど、はい、少年法だけは。 あの中途半端な改正しか行われなくて今回あの逮捕されたのが16歳から19歳で19歳が2人いるんですが少年なんですよ少年法上は。おかしいでしょ民法上は青年なのにこの中途半端なあの少年法改正は何だったんだって話なんですがまあ一旦この話は置いといて。 何がね日本大丈夫かと思ったかというと、はい、16歳から19歳、えー、って言ってそこそこものを考えられる年になってるはずなのに捕まるに決まってんだろこんなもんっていうことの判断ができずにんなんか白昼堂と仮面つけて宝石にバル持って入って捕まるに決まってるだろうんあんたたちってそれが分かんないあの若者が育っちゃってるということにねなんかこの国大丈夫かっていうのはそっちの方向で思いますね私はで。おそらく、えー、もう一人 やらせてるやつがいてそいつが時計の回収係ですよ。うん、で今回あの現行犯で捕まってますけど現行犯じゃなくたってあの足つきますから必ず、えー、あのロレックス売ろうと思えば、はい、ただ今回おそらくあの例のフィリピンで4人捕まったルフィと同じような事件の構図で、うん、闇バイトみたいなもので若者を集めて若者たちはもう使い捨てその場で逮捕されてもいいということで、はいえー、すぐに盗品を回収して。うん 今回あのさっきのニュースのコーナーで近所で袋に入った30個のロレックスに使ったってこれが全部かどうか分かんないですけど最初100個盗まれたって話もありましたからもしかすると盗んで30個は今回収されましたけど残り持って逃げちゃってるやつがいる可能性はそこそこ高いしもしかするとこれ30個が全てだったとしても要するにまああの回収役が逃げ本当の主犯は捕まってない可能性はそこそこ高いよねと。 だからあのルフィの一件でフィリピンで根じろの4人は日本に強制送還されて捕まりましたけどもまだまだいるんだろうなとでまたそういうところの闇バイトにうかうかと乗っちゃう若者やっぱり16歳から19歳にもなっててもそれは仮面してるかどうしようか白昼堂々そんなことしたら捕まるに決まってるだろうという想像力が持てないような若者が育ってるということに関してこの国大丈夫かと。 ね、ま正直思います,ねですよね、えー、だからあのルフィ捕まったから一件落着には全くなってないよね、うん、とだってあのルフィ捕まった後も、はい、報道がぎゅっと収束されてますなんかあれで全部解決しちゃったみたいな印象があるんですけど、えー、その後も似たような事件は頻発してて、うん、まあここまであの白昼堂と銀座のお通りの真ん中の時計屋行,行かないんですけども、うん、でも同じような事件は全国で相次いでるので。うんうん まあ引き続きこれ十分な警戒をしてくださいねというあたりで時間が来ましたはいズームオンでした。 ズモンミュージックリクエストをお送りしたのはユッキーさん、キアヌママさん、ビアさん、ブラックさん、パパさん、空山ちゃんさん、八王子のアイスマンさん、マナさん、スキさん、鈴鹿のの父ちゃんさん、ゼック東京さん、砂次郎さん、白いタンポポさん、ユチネさん、秋の布おむつさん、三橋のマイケルさん、北風と太陽でけやが儲かるさん、以上15人の皆さんからのリクエスト。<laughs> dreams come true サンキュー。リクエスありがとうございます、えー。スタジオの女子二人がえらい盛り上がり。いい曲だよね、えー。あれ、い、いや、まあ、いい曲ですけどね。<laughs> カラオケでね、昔ね。ねカラオケで昔、そうですか。そ,すそれはようござんしたね、はい、本当にありがとうございました。<laughs> まさかきゅうり三本がこれになるとは思わなかったですけどね。<laughs> もね見事な展開。はい さ、辛坊さんちょっとメールをいただいてるんですね。がす神奈川県の洗剤屋さんが、洗剤屋さん、あの爆発缶が爆発したね。あーあ,ーあー、ー腐液缶爆発そ。そうそう。辛坊さんはアルミ缶は次亜塩素で爆発したと言っていますが、洗剤の中に含まれる強アルカリ成分の水酸化ナトリウムがアルミ缶を腐食させて爆発させ。 のではとだから何かだからあのねとつまった中国人が言ってるように何か洗剤を運んでたら爆発したということのメカニズムは間違いないですが中に何が入ってたかちょっとまだこれからなんでしょうけどね多分もう分かってるんだろうけどすぐにニュースに出てこないっていうそんな状況ですかねだからまあ基本的に混ぜたら危険のものは混ぜたら危険です。 さあこの後の日本放送「ショーアップナイター」は。 ハードオフエコスタジアム新潟で行われる DNA 対巨人戦解説野村裕樹さん実況松本秀夫アナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんですでこの番組は明日はえ岸田総理の日韓シャトル外交に関しまして産経新聞ソウル支局長の桜井紀夫さんとお電話つないで伺いますソウルとですかはいそうですへ ということでございましてね、皆さん、えー、本当に情報ありがとうございます。ます皆さんとともに作り上げる番組でございます。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。まあ、すいまさやかでした。皆さん、明日もどうぞよろしくお願いします。<laughs>